今回紹介するのは「町と山の間、という本です静けさの中に真の通った強さがある文章で山の魅力を余すところなく綴った随筆集です人生に山があってよかったと言い切る著者山ではどんな景色が見えるのか何度も登りたくなる理由は何なのか憧ればりが募り まだ本格的な登山に踏み出せていない私自身も若菜さんの文章の力で山の魅力に共感することができました山を愛する人はこことは別の世界を持っていていつでも山の風景を近くに感じそれが今ここにある心を休めてくれるのだろうとページをめくるのがもったいないような本を読む喜びをぜひ この本で感じてください。巻末には本文に出てくる山内一覧、国内付き素敵な本作りと素敵な文章を買って良かった、読んで良かった、思わせてくれる本でした。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。